はようございます。今回来たのは、瀬戸内ショーコニアの港から20分ぐらいの、上野原離れっていう磯に来てます。2回連続でちょっとお腹黒が釣れてたんで、ちょっと上野原にまた連チャンできちゃいました。我慢できないですね。で、今からちょっと揚げ潮が入ってくるんで、チャンスかなと思っています。多分。そして最悪なことに、あの偏光グラス忘れちゃって海の中が全然見えません。さあ、こういう状況で釣れるかどうか分かりませんけど、まあ、頑張ってみたいと思います。よろしくお願いします。グラスないんでちょっと見づらいんですけど、まあ、餌がずっと取られるんで、餌取り、魚は発生が高いっぽいですね。餌がなくなるんで、少し逆でやってみます。こっちよりあっちの方が勝負になるかもな。今日も暑いです。そしてサングラスないから苦戦。もういると思うんだけどな。あ、針外れ、でかかった。そう、今でかかった。一瞬であっち行ってたもん。
ちあや引き。さっきの外れたやつでかかった。行けばいいんですけどね、まだこっちに。こういう時は、よいしょ、朝ごはんも食べたんで再開します。時間何個かけた？それではないけど、はい、じゃあ、じゃあ、いいけど、お酒を飲んだと思ったのが、なんかいる気がします。なんかかけた。またおじさんかも、レンちゃん。おつかいおじさんです。神奈川のあれはちょっとうねりがすごすぎてビビって背変わりしてきました。で、今来ているところが軍艦の地というところで、気づいた方もいると思うんですが、サングラス、なんと背変わりの時の改まるの船長にサングラス貸してって言ったら、ちょっと2個ぐらい余ってたので1個変更ぐらい借りてきました。いや、これだけでも全然違うんで、ちょっと頑張ってみたいと思います。よろしくお願いします。
山勝アテンダー2でございます。久しぶりに使います。今回はもうちょっときつかったですね。まずサングラス忘れて、天気読み間違えて、しけに当たって、ちょっと狙いの人から、途中の文化の日に落ちてきて、まあ、あわよくば1枚っていう形だったんですけど、そんな甘くないですね。また、人に行きたいと思いますんで、またその際は動画上げますので、ね、ぜひ見てください。あー、クロスリー甘くない、そして暑い。どうもありがとうございました。今日の登山は、改まるにお願いしました。そう、3連勝ならず、また行きたいと思います。ありがとうございました。僕のサングラス車のここに置きっぱなしでした。最悪だ。それではまた。